ここが東京駅、テレビで見たことある。本当に人が多いんだな。乗り換えは間違えないようにしないと。人のものを勝手に取るなんて。はい、大丈夫？ありがとうございます。綺麗な人、垢抜けてて都会の人っぽいな。クールビューティーっていうのかな。気をつけてね。本当にありがとうございました。それじゃ。東京にも優しい人がいるんだな。お父さん、お母さん、ミチルはなんとかこっちで生きていけそうです。やっていく自信をなくしそうです。間に合った。早めの新幹線に乗ってよかった。もし遅刻でもしていたら、この田舎は何もない東京人だ。お待たせ。ごめんなさい、上京してすみません。お待たせ。あなたが天月みちるさんね。はい。緑川かえです。迎えに来ました。天月です、よろしくお願いします。これが東京人。じゃあ行こっか。はい。頑張らねば。ここがステラハウス春のよ。これが今日から住むところ。女性専用のシェアハウス、私を含めて3人で住んでるわ。みちるちゃんが4人目よ。緊張してきた。お邪魔します。今日からみちるちゃんの家なんだから、ただいまでいいのよ。そっか。ただいま。お帰りなさい。恥ずかしい。なおちゃん、新しい入居者さんが来たわよ。ほら、シャキッとしなさい。桐山直です、よろしく。ごめんね、みちるちゃん、今日は休みだからって昼間から。新しい入居者、歓迎会。ようこそステラハウスへ。もう待ってたんだよ。今こそ開けるぞ、エビスピーは。もうまた飲むの？エビス。ナオちゃんに飲まれないか心配だったわ。そんなことするわけないじゃん。あら、1本だけだよ。2本足りないけど。洗い物やるから許して。お詫びにめちゃくちゃ美味しいエビスビールを入れてあげよう。グラスを押さえてくれる？こうですか。じゃあ行くよ。ゴー！大丈夫、勢いが大事なんだ。まずはグラスの半分くらいまで注いだらストップ。ふつふつしている粗い泡が落ち着き、ビール液と泡の比率が5対5くらいになるまで待つ。今度は泡を崩さないようにゆっくりとグラスの縁9割くらいまで注ぎ、伸びたい気持ちをぐーっと抑えてさらに待つ。これがラスト。泡を持ち上げるようにゆっくりと注ぐ。泡をビールの黄金比7対3に整えたら出来上がり。すごい、 CM で見るような綺麗さですね。でしょ。これぞエビスビールをより美味しく飲むことができる継ぎ方、通称サンド継ぎだ。それじゃ天月みちるさんの入居を祝って乾杯。泡がふかふかしてる。ふふふ、
そうだろうそうだろう。泡はよりきめ細かく、炭酸はよりまろやかに。それがエビスビール流サンド継ぎだ。ほらみちるちゃん、食べて食べて。夏の晩酌にはさっぱり冷ややっこ、梅肉とオクラのせでより夏らしく爽やかにしてみました。いただきます。うん、梅の香りがそそりますね。見た目も彩りがあって素敵です。いや、これほんとビールが進むよ。超飲んでる。アボカドとマグロのわさび醤油和え、こってりアボカドがビールのあてにぴったり。ツンとくるけど辛すぎないわさびが適量で美味しい。こういう小鉢が体に染みるんだよな。夏は食欲が落ちるしな。超食べてる。お箸が進み始めたら、いよいよ本日のメイン、エビと夏野菜の天ぷら。揚げ物きった。暑くてもやっぱり揚げ物が食べたい。暑くても、あ、熱々の天ぷらを塩で食べるのもいいけど、ここは大根おろしと冷たい天つゆでキリッと食べる。あ、さっぱり。元気になられて何より。大根おろしたっぷりたまらないですね。揚げたての衣が軽くてサクサク。ビールに揚げ物は基本だけど、油っこいだけのあてではプレミアムビールにはもったいないよね。なるほど、お酒それぞれが合う料理があるんだな。まあ正直何を食ってもエビスビールは美味しいよ。身も蓋もない。ところでみちるちゃんはどうして東京に住むことになったの？転職です。ベンチャー企業で営業職をやります。かっこよくスーツを着て人混みをかっ歩し、朝はスムージー、昼は手作りお弁当、夜は高層ビルのおしゃれなレストラン。営業職って大変そうな仕事ね。ノルマで精神病むなよ。いきなり夢を壊さないでください。ところでお二人は何の仕事をされてるんですか？私はアパレル。私はウェディングプランナー。すごい、どちらも華やかで楽しそうですね。どうして黙るんですか？ミチルは希望に満ち溢れているな。私たちにだってそういう時期はあったわよ。そうだ、夢と希望を持っていたんだぞ。でもいつからか理想は砕けて目に光がなくなり、気がつけば愚痴と恨み事の連鎖。幸せになりたいと言いながらも幸せを探す暇すら与えられない毎日。ナオさん、そんなもんだよ。勝ち泣き。そして酒に逃げるある日。エビス、うんめ。私を見なさい。誰？あなたが手にしている瓶のラベルです。エビス様。エビス様が私に話しかけてきたんだよ。そんなに疲れてたんだ。その時の瓶がこれだ。人呼んでラッキーエビス。これが話しかけてくれてたんですね。そんなかわいそうな目で見ないで。こっちの缶と見比べて。あれ、ここにお魚が入ってる。そうだ、とってもレアな特殊ラベル、見つけたらすごくラッキーなエビスなんだ。ナオちゃん、まだ持ってたの？その瓶大事にしてるの。そんなわけで私はちょっと幸せを取り戻したのだった。ということでミチル、これから頑張るんだぞ。ラッキーエビスも見守ってるぞ。私はラッキーですよ。初めての東京で優しい人に会えて。お、東京ってどんなところか全然わからなくて、一人暮らしが怖いからシェアハウスを選んだんです。でも知らない人たちとの同居になるわけで、もし会わない人がいたりしたら大変だなって心配していたんです。でもそれも杞憂だったって分かりました。改めてこれからよろしくお願いします。よろしく。お、帰ってきた我が妹よ。もう一人の同居人って？そう、ナオちゃんの妹さんよ。ただいま。まこと、おかえり。あ、もうひどいじゃないか、避けるなんて。
酒臭い。あの東京駅で助けていただいた天月みちるです。なあ、あの時のありがとうございました。いいえ、改めてよろしくね。はい、よろしくお願いします。なんだよこの扱いの差は。だって誠ちゃん酔っ払い嫌いだし。酔っ払ってないもん。みちるは誠と知り合いだったの。東京駅で会ったんです。すごくラッキーで助けてもらって。仲良くできるといいな。なおちゃん、いつまでぼーっとしてるのよ。だって遅くまで飲んでたんだもん。みちるちゃんは大丈夫かしら。おはようございます。コンビニで朝ごはん買ってきました。超元気だ。大丈夫？二日酔いとかしてない？全然大丈夫です。両親二人ともにお酒が大好きで、二十歳になってからはしょっちゅう晩酌に付き合っていたので。今日も何かお酒買ってきますね。もしかして一番強い？東京での新生活、仕事もプライベートも頑張ります。恵比寿駅で流れる電車の発車メロディーってどこかで聞いたことあるなって思ったら、恵比寿ビールのコマーシャルの曲なんですね。名作映画第三の男のテーマなんだって。やっぱり東京っておしゃれ。